ありがとう。あ、ごめんね、ここんとこ帰り遅くて。今週いっぱいまでかかりそうなんだ。うん、全然気にしないで。家で待ってるのも楽しいし。え、帰り遅い方がいい？うん、それはダメ、早く帰ってきてほしい。安心した。あ、じゃあ、週末久しぶりに美術館でも行こうか。いいの？うん、私ね、ちょうど行きたいやつがあったんだ、うん、チベットの秘宝展。あ、それ行こう。やった。うん、そうなんだ。じゃあシャワーは使えないんだね。ごめんね。でもお湯は出るんだよ。ちょっと太いけど。はい。おう、はあ、完全に割れちゃってるね、うん、これホースも変えないとダメかな、うん、いや部品はホームセンターに売ってると思うよきっと、うん、形状どんなんだったっけな。ちょっと見てくるよ。うん。ああ、これちょっと特殊だな。素人の技術じゃ根元から外すの難しいかな。難しそう。ああ、うん。かもね。うん、ああ、中村に聞いてみるか。うん、できる人いるの？あやも知ってるだろ。ほら、サークルの中村。ああ、あの中村さん？うんうん。いや、あいつ、会社辞めて、うん、あの、実家の水道工事屋継いだんだよ。そうなんだ。うん。ちょっと電話してみるかな。うん。大丈夫だって。明日来てくれるみたいだよ。よかった。持つべきものは友達だね。うん。ああ、部品探してから行くって言ってたから、あ、お昼前には着くと思うよ。そっか、うん、早く治りそうでよかった。今日一日不便だったもんね。いつも使うものだからね。あ、どうせならヘッドもホースもいいものに付け替えてもらおうよ。そうだね。気分も変わりそうでお風呂入るの楽しみになっちゃう。こっちのヘッドとホースは今夜も使えるよ。
ご無沙汰。久しぶりです。そうなんですね。せっかくいい会社に入ったのに。私すごいと思ってたんですよ、中村さんのこと。そんなことないよ。うちの会社もさ、もう社員20人ぐらいいるから、でもそこまで大きくしたのも親父の力だしさ、まあもう頑張らないと思って、でかい会社に入るだけがいいことじゃないでしょ。でもそんな急に水道職人さんとかできるんですか？ああ、俺中学時代から親父の手伝いしてたからさ、意外とキャリア長いんだよ。料金払ってないの？そうね。で、請求書とか渡されなかった？うん。悪いな、それ。俺がお願いしたからうっかりしちゃったのかな。かもね。俺一応連絡してみるよ。あ、そうね。あ、で、いい出来、あ、お風呂空いてるわよ。あ、そうか。じゃあ先に入ってよっかな。あ、私ね、今日先入っちゃったの。なんだ。じゃあ俺ざっと入ってきちゃうわ。うん、あ、ご飯温めとくね。ありがとう。今日はごめんね、中村を誘っちゃってさ。いいのよ、久しぶりだったし、ゆっくり話せたんじゃない、あなた。うん、まあ俺は楽しかったんだけど、あやはそうでもなかった。そんなことないけど、どうして？あ、いや、なんだかつまらなさそうにしてたみたいだったからさ。お料理も作ってたし、ゆっくりできなかったから。あ、そっか。あ、いや、あいつと仲悪かったっけとか、いろいろ考えちゃってる。そんなことないわよ、昨日終わってるし。そうだよな。じゃあ明後日は約束通り美術館に行くとして。また私にあんまり構わなくていいのよ。週末はゆっくりしてて。なんだ、どうしたんだよ。あんなに行きたがってたじゃないか。あれは最近あなたとゆっくりできてなかったから甘えてみたわけ。ちょうどいいじゃないか。外で食事でもしようよ。あなた仕事ずくめだし、そんなに構ってくれなくても大丈夫だよ。俺はいいんだよ、今週はそんなに大したことなかったし。でも私生理も近いし、ゆっくり羽伸ばして楽しめないかもしれないし。あ、なんだ、あ、そっか。あ、じゃあ来週にしようか。そっちの方がゆっくりできるし。そうね。あなた、ごめんなさい。なんだよ、謝るようなことじゃないよ。おやすみなさい。うん、おやすみ。